こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日はちょっとショート動画ですが、例の小西文書の小西参議院議員が、立憲民主党の、この憲法審査会の、筆頭幹事を解任というニュースを見ました。笑ってしまいますね。自分で、まあ、小西文書なる文書出どころ不詳であるわけです。書いた人が死んでるわけですから、まあ、それを取り上げて、この高市大臣が、かつてですね、総務大臣時代に、この放送に圧力かけたんじゃないのかということをですね、散々追及していたんですが、全くそういう事実はないんですが、今回、憲法審査会の幹事を解任された理由は、まあ、憲法の理論をですね、毎週やってるのは猿と同じだというようなことを言って、でそのことが、他の、自分の党の幹部からも、まあ、激励に触れたわけですね。他の党はもちろん、そして、その一番大きな原因がですね、実はツイートなんですけれども、その、報道機関にですね、こういう報道、しかも、オフレコで喋った話を載せるなんて一体どういうつもりだと。で、自分がかつて、この総務省、この放送担当の、課長補佐をですね、していたのを舐めてるのかっていうようなことでですね、話していたということが、この記事で出てましたけれども、まさに、自分で自分の、この墓穴を掘った話でしたね。ちょっと笑ってしまいましたので、今日は発信させていただきました。まあ、いずれにしましても、まあ、こういう方々が多いというのが本当に情けないことです。どうか、この、まあ、統一地方選挙ですけれども、こうした人には応援しないで、ぜひ自民党の候補者の応援お願いします。ありがとうございました。